にちは。今日も幸せ美術スープご覧いただきありがとうございます。コロナがなかなか収束しませんが、皆さんはいかがお過ごしですか？最近の研究でファイトケミカルのケルセチンっていうのがあるんですけれども、玉ねぎとかサニーレタス、リンゴなんかに多く含んでるんですけれども、そのケルセチンがコロナをはじめ感染症予防にとても効果があるっていう研究が続けられているそうなんです。ですので今日は玉ねぎとリンゴを使ったスープを作っていきたいと思います。玉ねぎのケルセチンの増やし方もお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。ケルセチンは玉ねぎの皮などに多く含まれる黄色の色素です。火に干すことによってケルセチンの量は増加します。今日はくし形に切って、あまり天気が良くなかったので1日だけ干してみました。リンゴもケルセチンが多く含まれる食材です。4つ割りにして芯を取って5ミリ厚さに切っていきます。このケルセチンっていうのはビタミン C の働きを助けたり、そして私たちは日々活性酸素によって体中がとってもダメージを受けてるんですけれども、それを防ぐ強力な抗酸化作用を持っています。つまり免疫力をぐいぐい上げるっていうことなんですね。では作っていきますね。鍋にオリーブ油大さじ1とニンニクのみじん切りを加えて炒めます。香りを出していきましょう。ニンニクの香りが出たら鶏のミンチを炒めていきます。ミンチは炒めるときに少し固まって炒めにくいですけれども、ほぐすように炒めてください。全体に色が変わってほぐれてきたら他の材料を加えていきます。今日は舞茸です。他のキノコでも大丈夫ですよ。リンゴ、玉ねぎと重ねていきます。玉ねぎは1週間ほど干すとケルセチンが 3.5 倍になると言われてるんですけれども、カビを生えさずに干すっていうのもなかなか難しいので、1日2日干すだけでも少し増えるので、それでもいいかなと思っています。もちろん生のまま串型に切って使っていただくこともできます。お塩をほんの少し振りかけて、今日は全体で 500cc のお水を使うんですけれども、その3分の1程度を入れていきます。いつものように野菜って本当に蒸しにすると美味しくなるので、ぜひ全部のお水を入れずにそうしてみてください。では火をつけていきますね。中火より少し小さめの火で煮ていきましょう。15分ほど煮ると野菜が柔らかくなってきます。今いろんなところでコロナに何が効くか研究がされているそうなんですけれども、漢方の生薬でやっぱり研究したところ、一番効果が大きかったのはケルセチンだったらしいんですね。身近にある玉ねぎ、リンゴ、ぜひ皆さんで食べて免疫力を高めていきたいです。野菜もいい感じに柔らかくなったので仕上げていきます。いつも申し上げている通り、ファイトケミカルというのは硬い細胞膜に覆われています。いくら玉ねぎやリンゴにケルセチンが多いと言っても、そのまま食べても全部が吸収できるわけではありません。一番吸収できるのは細胞膜を熱を通して破ってそれを食べることなんです。ですからスープが一番なんです。ぜひ皆さんもスープで玉ねぎ、リンゴを食べてみてください。仕上げていきます。残りのお水を加えて温め、そして塩コショウで味をつければ出来上がりです。干した玉ねぎが独特の食感を生んで旨味を増しています。今日使ったのは鶏の胸ミンチなんですけれども、そこからもいいお出汁が出ています。リンゴのスープって思った方もあるかもしれませんけれども、リンゴのほのかな酸味が秋の季節には体を潤してくれるような気がします。
ぜひ皆さんも作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。